ジャパンプロフェッショナルバスケットボールリーグ、通称 B リーグ。横浜 B コルセアーズのホーム初勝利を観客と共に喜ぶのは、株式会社 PBI 代表取締役高木浩さん。チームの株主兼取締役も務めている。ようやくホーム初勝利、ここからまた頑張ります。高木さんは楽天市場ショップオブザイヤー受賞歴を2度持つメンズファッション店シルバーバレットをはじめ、楽天市場に6店舗を展開。2017年4月現在、自社サイトや他のショッピングサイトを含め20店舗を運営している。東京都品川区武蔵小山、多くの商店が軒を連ねる有数の商店街で幼少期を過ごした。両親が小さい時に離婚をして、でたまたまこう祖父母のやってた八百屋が近くにあって、学校帰りとかはやっぱり祖父母のやってる八百屋に普通のように帰ってたんですね。潜在意識というか、なんかこうベーシックなところでやっぱり人に物を売ると、で買っていただくみたいのが幼心なりに多分入ってきていて、まあ1本何十円のキュウリを買いに来るお客様も当然わざわざいるわけですよね。でそれを入って売ってるわけじゃなくって、キュウリだけ買いに来てるわけじゃなくって、おそらくこう世間話とか最近どうとか集会所とは言わないけれども、コミュニケーションの場としてその八百屋が、まあ、あったんだなと。高校の時はもはや何がしたいかもよく分からなかったから、専門学校行ったところで勉強なんかするわけなくって、まあそれこそ毎日遊んでた。社会にこう出て何かを成し遂げようっていう気は一切なかった。本当にその自堕落な生活をしてたと思いますよ。大変なのはその後で、本当にやっぱり学校卒業したけどもや何のつてもないと、アルバイトすらやる気がないわけですよ、ね、そうするとやっぱり楽して稼ごうみたいな話になるわけで、大体こう夜の街っていうのはそういうのに適してるところで、本当に言えないこともたくさんしたし、でもやっぱり何やってんのってなるし、専門学校卒業して、半年ぐらいかな、やっぱりこの生活やダメだと思って環境を変えたいなと思って、それから3年間長野県のホテルでアルバイトを続けた。その後自分の可能性を求めて東京へ戻ったものの、1年弱の間アルバイトを転々とする暮らしが続いていた。そんな日々の中でふと脳裏をよぎったのは、八百屋さんを営んでいた祖父母の思い出だった。祖父母がもうその時は八百屋辞めちゃってたと思うんだけど、やっぱキュウリを売りながらニコニコ話しながらこうお客さんと仲良く一日を過ごすみたいな残像があって、なんかちょっと物売りをやってみたいなってふと思ったんですよね。輸入雑貨のお店があって、でそこのもう販売員を募集をしてましたと。で何やってたかっていうと、ハリウッド映画とかヒーローもの、スパイダーマンとか、やっぱりこうアメリカの文化っていうのが日本ですごく人気があって、でそこでこう全米公開された映画っていうのは、実は日本ってまだインターネットが今みたいにないので、配給が1年後ですみたいな、フィギュアとかポスターとか関連商品とかを向こうで1ドルとかで吊るしで買ったものがこっちに来るとファンには 4,5 銭で売れると、すげえ商売だなと思って、お客さんも向こうでは1ドルで売ってるっていうのは当然知ってるわけだけど、いろんな情報を仕入れるが代わりにいいものを買っていくっていう、その物々交換みたいな話が、でもこれって旧立本の世界ってこうだったんじゃないかなってふと思ったんですよ。繋がったわけ、ビビッと。物の価値って1ドルなんだけど、ストーリーとかあるとかないとか、つまりこう付加価値がつくと値段っていうのはどんどん上がっていくんだなと。
高木さんが付加価値の大切さに気づいた2000年頃、世間ではインターネットの普及が進んでいた。世界がひっくり返るんじゃないかって思ったの。高く売れた情報とかもネットを叩けば出てくると、その商売の根本が崩れた。これはやばい、インターネットを学ばなきゃいけないって言って、輸入雑貨の会社を辞めて学校に行ったの。あんな勉強しなかったやつが真面目に勉強したわけですよ。1年間、人って1年頑張れば何でも変わんだなと思って。これからはネットの時代。2002年、高木さんが27歳の時、現在代表取締役を務める PBI の前身パワーボムにアルバイトとして入社。自ら進みたい道へ自ら足を踏み込んだのはこれが初めてのことだった。高木さんが入社した翌年の2003年、シルバーバレットは楽天市場に出店。当時はキッズ商材を扱っていたが、売り上げは低迷していた。あまりそう口出すこともできず、漠然と2年ぐらいがやっぱ経っちゃって、鳴かず飛ばずだから、じゃあ当時こうやっぱりこう今は仕事になったギャルをみたいのがブームで来て、ネットでやってみようかと。つまりキッズを諦めてメンズに切り替えようかと。3人で事業部としてスタートしたのが楽天市場、シルバーバレット楽天市場の本当のスタート、2005年6月。新たなスタートを切り2ヶ月が過ぎた頃、シルバーバレットが一気に成長するきっかけとなる出来事があった。うちのその販売員のスタッフがこう事務所にやってきて、その彼と話した時に、そういえばさ、ってうちネット通販やりだしたんだよねって言って、知ってる？いや知らないです、ちょっと見てくんないって言って、見た時に PC って電源どこにいるんですかって、はっってなった。その時に日本語ってどうやって打つんですかってなった。はっとなったの。これ彼らがターゲットだよなと。 PC で売るわけないな、携帯見えないんですか。いや見えるよ一応って言って、当時見つけてたからね。こんなやってたやつが携帯の瞬間にカーッ、ものすごい、もうこれだこれだ。その日から PC じゃないと、ガラケーに力入れようってなって、ガラケーページを先に作るようになったの。そうしてメンズファッションへとジャンル変更をしてからわずか1年、2006年5月の売り上げは5000万円を突破。12月には1億8000万円を記録した。売り上げの9割はモバイル経由で、当時楽天市場ではモバイルといえばシルバーバレットと言われるほど注目を集める店舗へと成長していた。月商100万円から月商1億仕様に変えるのは果てしないチャレンジで、当時の僕らはやっぱりもう日々の業務に真相になってて、月1億モバイルで行くまではいろいろあった。今考えるとありえない対応とかもしてたと思うし、売り上げが伸びてて順調のように見えるけど、ものすごく苦しかった時期。売り上げが伸びて会社の規模とか中身が伸びてこないって、こんな辛いんだって。成長させてもらったかな、すごく。その1年がものすごく大きかった。続く2007年の月商も昨年対比を上回り成長。そして楽天市場ショップオブザイヤー2007、モバイル賞、メンズファッション靴ジャンル賞をダブル受賞した。